あっという間に溶けますね。そんな離れてないですね。ということで、これが静って草薙駅。ほう、なるほど。時間はなった。コロナウイルスの影響で結構変わっとるけど、あ、それでも10分に1本走ってんだ。めちゃくちゃ多いな。どっち方面も普通に10分に1本ありますよね。朝の時間帯とかすごいな。 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1時間10本運転、7時台8時台で2時間、2時間で20本か。すごいですね。静岡まで220円。安いな、安いな。初乗り140円なんや。チャージしてる間に見事に電車が行ってしまいましたね。まあまあまあ、そんな急ぎもしないんでいいんですけど、一応お得な切符がないかだけ確認しておきましょうかね。線路の幅は狭隙、狭隙っぽいな。 JR とかと同じ幅ですよね、この感じだと。標準機ではなさそうですかね。こっち900円、こっちの方が12時間900円だから、こっちの方が高いんだ。やっぱこっち側が中心街の方なんてことなんでしょうね。あ、ガブリチキンもあるし、何回かにも、で魚屋道路じゃなくて焼き鳥道場がこっちにあるんですね。なるほど。でもこっちの方が古そうですね。魚屋道場はチェーン店ですもんね。はあ、四日市にありますよね。さてと、困ったことにどうやら一日乗車券とかに売ってないみたいですね。あ、じゃあ清水方面か先に、間違えた間違えた、清水から先に行ったらいいのかな。次多分こっちが先に来るでね。なんかいろいろなんかすごいことになってますね。あ、ちなみに IC カードは使えるんですね。なんかチャージできる、あのイコカとかスイカでチャージできるやつとチャージできないやつがあるみたいなんで、券売機によってそれだけちょっと気をつけないといけないみたいですけど。でね、そう、お得な切符とかないんかなと思ってね、今ねホームページ見ようと思ったら、なんか今は残念ながらあのメンテナンス中ってなってね、出てこなかったんでね。種別を言うんですよ。でどうもやっぱ休校とかが普段はあるみたいですね。今はちょっと間引き運転みたいになってるんで、全部普通列車での運行みたいです。全部2固定なんやな。へえ、面白い運用ですよね。できるだけ2両にして、で、あ、これ新しいやつですみたい。すげえ、めっちゃ新しい。それ2両編成でね、3扉固定なんですけど、そう、おー、新しいのですよね、ですか。さあ、やってきましたよ。新清水駅。で、これを折り返して新静岡駅になるんですけど、面白いですね。串型ホームになっとって、向こう側が乗車専用で、こっちが降車専用で、なんか降車専用の方には西口なんていう降り場もあるんですね。こっちからも降りれる。で、向こうにターミナル、ターミナル移しとかなきませんよね。へえ、こういう風な感じになっとるんや。で、もう1面2線の一線串型、かなり変則的なホームですけど、これはこれで面白いじゃないですか。あ、そうか、静岡って言ったらちびまる子ちゃんね。あ、そうかそうか。トイレも綺麗ですね。ね。あ、はい。ありますよ、ターミナルってことで、ね、さあ、うちの目的を果たしました。面白いですね。で、これ新型採用な、3000系っていうの、A3000 型って言っているのかな。ってなってますね。面白いのは、静鉄さんは自分のところで新型車両を製造するんですよね。あの地方鉄道では非常に珍しい。だいたい中古車両がね、こう、ま、東急とかそういうところから回ってくるっていうケースが多いんですけど、ここはずっと新造を続けるっていうのでね、それですね、こういった二両製造ね、こんな変則的な電車ですけど、
まあ、自分とかで作れるですから、そういうの作れますよね。これがね、まあ、一つ真相で作るメリットですからね。へえ。で、こっちから出たらいいのかな。で、ピタッと。あ、まだまだ余裕ですね。こんな感じ。へえ。へえ。こんな感じなんや。そうですね、2番線まで。乗車ホームと校舎ってこんな感じになってるんですね。へえ。で、駅前が、駅前がこんな感じなんや。お、新静岡まで330円。へえ。オレンジの方でないとスイカやエコカのチャージはできません。こっちはなんかルルカっていう独自の IC カードみたいですけどね。へえ。確か昔はシズテスさんってピタパを導入しとったとかなんかあったんですよね。なんかそう、ピタパって関西でずっとやっとるんで、まあ近鉄なんかもピタパだったんですけど、もともと。で、なぜか飛び地で、こっちだけな、なんかピタパの、そういえば、対応になっておって、それがなぜか選挙静岡っていうね、なんかありましたよね。新清水店。うん。あ、で、そう、面白かったのは案内で、シズテスのタクシー乗り場はこちらでございますっていう、右側でございますって案内が出てましたね。タクシー乗り場の案内が出るって珍しいですよね。乗り換えのね、案内とかよくありますけど。まあ乗り換えとしてはね、JR の清水駅ですけど、まあ乗り換えってして使うことがあんまないのかもしれませんよね。単純に沿線をずっと辿ってるだけですもんね。これが面白いですよね。あれカラオケバンバンがあるじゃないですか。あら、清水にも作っちゃったの？バンバン。ね。イオン、お買い物バス。お買い物バスなんか乗ってるんですね。静鉄。こっちは静鉄不動産なんやね。友井町。そうですね、清水区なんですね。仮宿舎。宿直の人とかが、こう、寝泊まりできるようなやつなんでしょうね。宿舎があるんですね、こんなところに。ちなみにこっちの方だと、最大800円。うん。普通に清水まで来て、ここで折り返したー。しまったな、なんで草薙で降りたかな。何も考えてなかったからですけどね。あ、向こうだって600円じゃないのか。もう普通にこっちでよかったじゃん。こっからも乗れるんや。こっちからも乗れるんですね。最終電車は23時。まあ全然余裕ですね。全然余裕ですね。今変わってるんですよな。大丈夫、変わってない、変わってない。あ、変わってちょっと早くなってるんでしょうね。最初、本当はもっと遅くまであるんでしょうね。なんか00分後からつけた感じですもんね。ここ入金、あ、ルルカしか入金できねえんだ。ダメだ。向こうでもう一回入金しておきます。一応ね、こっちの方、こういうところ来たらね、記念入金をするっていうのがね、一つね、勝手に習わしにしてるんですけど。そうだ、駅間散歩するな。じゃあここで入金、今のうちに入金しとかんとかも。しまったしまった。そうなんですよ。本当はね、フリーパスがあるんやったらね、ちょっといろいろね、降りてみたいなってところもあったんですけど、やはりちょっとフリーパスはなさそうなんで、あるんだったらまたコメント欄とかでなんか教えていただけると、これから多分ちょいちょい来ることになるかもしれませんからね、静岡。うん。何せ友達が越してきますからね。本当に静岡市かどうかすらわかりません。早いな、もう次の電車来るんや。あ、そうですね、10分に1本出てくってことは、それより早いタイミングで入ってきて、荷さばきしまずくからね。そう。入金、入金。こっちやったらできるってなってましたね。でね、これ面白いのか。なんか書いてないですよ。普通はなんか、JR の東海とか、近鉄もそうですよね。基本的に、ここら辺にチャージ用のボタンがあって、それを押してとかってなるんですよ。で、じゃあ、カード入れて、で、チャージ1000円。チャージして、出てきますよ。こういう感じなんですよ。ちょっとなんか、やり方が、親切と違うかな。あるんですね、こういう。この回転が。あ、バス出てった。あ、すごい。あ、これあれか。JR の清水駅の方に行くみたいだけど。あ、すごい。こんな
液晶掃除なんですね、こうして。へぇ。あ、これ、シームイズってなってますね、今。へぇ。シームセーフ。反対側も、あるのかな。ちょっと見てと。面白いですね。日本語と、英語と、清水、大山原、ビア、清水ステーションね。バイリンガル対応なんですね。すごいな。すごいのも見たところで、そっちから行こうかな。